明。このゲームは宇宙を舞台にした人狼ゲームアマングアス。プレイヤーは詐欺師インポスターと船員クルーメイトに分かれる。クルーメイトの勝利条件、会議を行い多数決でインポスターを全員追放する。会議時間以外は通話をつなぎません。それぞれランダムに与えられたタスクと呼ばれるミッションを全員が全てクリアする。なおこれはキルされた後も霊体となってタスクを行う必要があります。インポスターの勝利条件、インポスターとクルーメイトの数を同じにする。そしてインポスターにできること、クルーメイトをキルできます。そしてベントと呼ばれる通路を自由に移動できる。しかしこれはインポスターにしかできないので見られたらバレバレです。さらにサボタージュと呼ばれる妨害工作を行うことができます。これによってクルーメイトのタスクミッションの邪魔をすることができる。それ以外のルールは動画内で補足していきます。果たして勝つのはクルーメイトかインポスターか。いや新マップになった、一気にわからんくなるなこれ。難しいよね、むずい、いやでも楽しい。お願いします。お願いします。お願いします。あってミュートしてたわ。クルーメイトだ。お、結構固まってんの。死にたくないから一緒に行動しよっかな、誰かと。やっぱ死んだらちょっとね、まあでも幽霊目線は幽霊目線で楽しいんだけど、幽霊になったらね、それはね、クルーメイト側のね、皆さんにね、申し訳ないからね。とりあえず、タスクをやっていこうと。殺すなよ、殺すなよ、今だけ来たな、ミカル君か。大丈夫。はい、これね。一気に右前ドーン、右前ドーン、下にドーン。おや、停電が起きてる。誰かいる？オーケーでーってみんな思ってんのかな。あれ、どこで。早い。小島さん、小島さん、はい、僕もね、目の前にいました。目の前に、え、僕も見ましたよ。トシちゃんのね、死体の目の前にいました。どこ、え、あのね、神殿図の前でね、死んでました。オフィスのとこおったよね、今ね。おりました、はあはあ、うん、神殿図の前。え、トワポンもいたの。いや、僕はいなかったんですけど、そのいたのを見てました。僕はあの電気消えた時に行きました、うん、左上に。はあ、から見てないんですけど、僕は。停電中に見つけてるよね、死体。え、停電から。停電中に見つけたんですけど、あの小島さんがレポートしました、心電図の前で。はい。はい。うんうん。うん、色何色かなと思って確認した時にレポート来ました。なるほど。一回出て戻ったら。死んでたんだよ、うん、じゃあ容疑者的には、まあ、容疑者はあの僕と小島さんなんですけど、うん、僕は小島さんが殺して確認した説をあの指示したいと思います。自分に言ってんだ。自分で平野はそう言うしかない。急に入ってきた。そうなるよな、うんうん、2択なんだよな、うん、2択か、うん、2択ですよ。2択。じゃあローラーする。それって停電やったから見えなかったけど、実はもう一人いたってことはない。そうあ、それもあるのか。もう一人、うん、なるほどね。じゃあお互い殴り合ってる可能性。うわ、まあ、それ最悪だな。怖い。それはやばいかもしんない。じゃあ僕小島さんと融合しましょうか。そうね、それいいんじゃない。そうですね、融合しましょう。あ、じゃあ一回で僕どちらか死んだら、まあね、どっちかが、はいはい、どっちか死んだら、じゃあ釣りなしでいいのね。うん、じゃあスキップ、まあ、ローラーしてもいいし、はい、うん、いや、まあでもていうか小地平さ、最後誰かすれ違ってないの、この両名。あの平野課長さんが停電前にすれ違いましたね。あの停電前、オフィスの手前で。あ、うん、でも俺それあの停電になったからエレクトリカルの方に向かってるから、多分左上そのまま行ったと思うんですけど、心電図はあれです、僕右、あの左側から侵入して行きました。はい、すごいか。うーん、じゃあ平野君一緒に行こう。行こう行こう、融合しよう。停電前で言うなら俺もおったしな、オフィス。うん、なるほど、了解です。はい、まあ現場にいなかったから何とも言えんけど、分からん、何も分からん。そしてまだ停電してる。ラーヒーと小島さんのどっちか、第三者がいたか、どうなんだろうね。開けて、はい、開けて、まず直そう。停電がしんどいわ。トントントン。あー、ごめん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 。ナイスです。よし。さて、誰が白いかな。誰かと行動した方がいいよな。
で小島さんちょっと待ってラッヒーと小島さんちゃんといる一緒にあれいたのか今頼むよ二人で一緒にいてねうんおやどうしたはいはい、パパとはぐれちゃった。そうね、僕もすごく思ってました。ね、小島さん。僕もはぐれたんで、僕もはぐれたんで怖いから、課長と一緒にいました。いや、ちょっと待って。停電中は、なるべく動かない方がいいです、ペア組んだ時は。いや、まあ、怖いんで、うん、俺と一緒にいましたじゃなくて、俺は孤児にかなり追っかけられてるような気が。俺もでも、なんで孤児、平野課長と一緒にいんのと思って、俺ついてたもん。ね、だからそう、平野さんはぐれちゃったから、俺勝手に一人どっかに行ったと思われて、誰かここで死んでたら、俺が絶対来ろって思われちゃうから、あなるほど、もう今まで課長いたと思ったらずっと課長後ろからって。いや俺は気が気じゃなかったよ。そうだよね。この隙はないから全然。それ壊したら課長来るなっちゃうから。でもちょっと何とも言えないな。まあちゃんと手つないで。すいません、うん、すいませんちょっとはぐれちゃったんでちょっとねあのうちの家族がご迷惑おかけしましたつしんでお詫び申し上げます頼むよしっかり、ね、なんかもうパパのね手綱を引いときますわちゃんと、うん、キラ君がその通報使ってまで言ってるのは白さを感じるあるよね確かにだからやっぱこの人釣った方がいいですよ小島さんなんで分かんないさっついたけ第三者がいたかもしれないしラヒーが白いなうんだってインポスターならね離れたいとこだもん。ああ、停電ではぐれちゃいましたなんてね。言うのが、まあ、上等句というか、そんな感じだよね。はい。で、また停電。停電嫌だよね。わかるわかる。したくなるわ。とりあえず、ミカルくんは大丈夫なの？あなた大丈夫な子かしら？来るな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 。殺すとしても、見つかりやすい場所で殺してください。で、ここで殺すなよ。どうしたミカル？自分の仕事をしに行くんだ。いないな。結構ラボの方に固まってると。で、ここは俺も行きたいところだな。ここね。いっぱいいるから大丈夫だ。オッケー、やろう。これ全部消すのね。今安心して3つぐらいタスク終わらせられそうだな。で、俺今誰とも行動してないからちょっと、俺が残りのもう一人に なりかねないな。うわぁ、今殺されそう。今誰か来たな。おぉ、トーポンか、今の。あ、ミカル君もいたからか。なるほどね。じゃあ大丈夫。よし。で、こっからは殺されない動きを意識。わぁ、あっちにあんだな。スペシメンルームね、怖いよな、あそこ行くの。待って、待って、リアクター行くか。スペシメンルームに行く怖さ、一人で行くのすげえ怖いよな。こっちやるわ。いる？大丈夫？ OK。よし。誰か行って。OK です。で、スペシメン。犬大丈夫か？うん。スペシメンに一緒に行ける人。募集します。犬でもいいよ。犬が塀を走ってる。うん。まあ、いっか。やるのかな、トアポン。なんかトアポン、ん？動いた？うん。いや、多分トアポン違うな。これでキルしないんであれば白いんじゃないかな。わーおわーおてめえ、この野郎。信じたのに、あなたを信じたのに。いやー、まさか引いちゃうとはな、ジョーカー。課長でもトアポンでもよかったとこあったんだけどな。で、誰か見つけてよ。来てくれない。おやおや、ちなみに今何人死んでんの？俺だけか。で、誰も今確認しに来てないと。そうですか。やばいかもね。で、まだ、待って、1、2、3、4、あ、6人か。あと6人。ラヒー、見て、そう。見てごらん。ほら、あれが僕の死体だよ。探してくれるかな。探しに、行かないのか。っていうか、一緒に行動してるから無理だよな。でも、アドミンとか見ずに、どうやって探すつもりだ？まさか、
勘か？長年の勘で俺の遺体を見つけてくれない。いや見つけてくれる、そうだよラヒ、そうだよ、ね、見つけてくれない。ラヒおい頼むぞ。そうだろおい、俺らの10年以上っていうその歳月は無駄だったのかよおい。いや待って待って、多分みんなもうバイタル見てるよね。見てる上で俺の遺体探しに今奔走してんのか。頼むよ、誰も探してくれねえじゃん俺の遺体。俺の遺体見つけるの誰でしょうかね、トシちゃん。これ俺の死体だよ、これ俺の死体。何この儀式、復活の儀式、遺体マイムマイムも何なの。テレテテ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 テ、あー見つけてくれた、ミカルくんでした、ありがとう。富士山でもよかったね、よかったね、結構時間経ってたから、うん、何人か死んでんかなって思ってたけど、うん、え自分だけと富士死んでるの結構前です。え神殿図見てたんですよ。でちょっと場所だけ特定したかったんですけど、はい、どこで死にました、死んでました、除染室、上除染室、上除染室、あ除染室、なるほど、え除染室、あ上の、はあ、うん、なるほど、あのそこの、まあ大前なんか、大前なんか、じゃあさっき俺とファンキーはメッドベイにいたので、イエース、うんうん、はあはあ、いつかわかんないですけど結構前ですね、僕も死んだことには気づいて結構探し回ってたんですけど、あの俺タスク全部終わったんでついていきますよ誰か、僕もあと標本室のタスクが残るだけで、あとは、うん、あ標本室ので続きがなんか他であるかもしれないけど、ラボにいた人ってラボ通ったことある人います、ラボ通っただけで言うと結構、まあ、通ったかな、そっか、まあ、通るか、最新で言うと僕とピラノさんがそこら辺にいたけど、うん、多分最近の犯行じゃないんだから、うん、そうちょっと前なんですよね、うん、なんで今のところトワポンとファンキーどっちか怪しいかなって思ってる、で今一人しか殺されてないから、あのやっぱ小島さんも黒かなって僕の中では、動き封じ込めれてるんで、そしたらもうヒラ君もそうなりますよね、うん、だからまあどっちか時間になるけどね。ファイターさんがいなければ。うん、オッケー。じゃあファンキーです。はい、メッドベイで行く手前までも課長とずっと同行してました。うん、で、ね、ドリカル停電した時も、うん、セラヒラのファンキーで動いてました。うん、でそこからセラミカルとはところどころあのちょっと距離離れながらもヒラの課長ファンキーで、うん、ずっと一緒にいたので、うん、基本的に反抗も絶対できないし、うん、僕もヒラの課長を、白く見ています。はい。おいです。もう一人。これでもダブルキルで終わる状況じゃないですか、大丈夫ですか、おー終わる終わる、押します、次押します、はい、そうなんですよ、ダブルキルで今終わっちゃう状況なんだよね、あ、小島さん危ない、小島さん危ない、小島さん危ない、小島さん誰かミュート、危ない危ない危ない、ナイスです、まあ来るよね、ダブルキル、ダブルキルでもう終わっちゃうんじゃないかい、トワポンが、これはファン君をこれ噛む、噛まない、噛まない、いや噛むなこれ、はいはいはい、終わるな、あー逃げてる、逃げてる押せるか、ファン君押した、素晴らしい、はい、ナイスボタンです、まあはい、ファンキーと俺目線から言うと、ファンちゃん、俺、ミカルくんはもう白糸で、え、ヒロチ死んでる、うん、じゃあ個人やん、うん、僕はコジトワでいいと思います、いや、コジトワだね、コジトワだよ、ヒラッチが、あのヒラッチが左のリアクター直してたの見てるし、で、小島さんもその時一緒にいてたんですよ、だからその時にヒラッチをやったんでしょう、うん、実はこのキルはだいぶありがたい、じゃあ小島さんでいいのね、最初から個人からいきましょう、はい、はい、え、俺いや、そうそうなりますよ。あの、普通に、平地が死んでんだから。ああ、殺してやったよ。すごい顔だったね。うわ、うわ。自白気持ちよかったよ。俺気持ちよかったよ。
ってしまってごめんなさい。あれでもちょっと、え、ここでゲロるとさ、おのずとまた次も見えてくるじゃないライン通る。イエス。あかんを言うたのに。わかる、気持ちはわかる。ああなったらもう言いたくなるよね。あれ、ああそっか、俺はもうタスク終わってんのか。そうだよね。まあでももう押して終わり、もしくはリアクター行っても、俺自分から押したよ。どういうつもり、どういうつもりや。聞こうか、聞こうか、なんで押した、なんで押したん、なんで押したって何。俺らの中ではトワポンと、え、それってなんで、あのファンキーとセラミカルとピラノは結構一緒に行動してて、でもう一人犯行が可能な人間はトワポンしかいないんだよね。それってジョージですか。だって僕あのミカルが一人で歩いてる時にたまに一緒にいましたよ。まあたまに、確かに僕も割と自由に動いてた方だけど、でもそれで崩れるほどの時間じゃないんじゃないかな、うん、っていうか僕が一人で歩き回ってたのって、あの富士が死んでることに結構序盤に気づいてるからなんですよ。でも死体探し回ってたんですよ僕。ああ、まあそう言ってたね。ちょいちょいミカル君もはぐれてたことはあったけど、え、そうそうそう、でジフさんは除染室か、除染室で死んでたよね、ジフさんは。らしいです。さすがにトワポン先でこの後僕でもいいけど、そう、そうしてくれないと、せめて。でもそれが手堅いよね、そのファンキーピラの視点からしても。うん、そこに残り3人がジョージ一緒にいたのであれば別にそれでいいんですけど。ほうほうほうっていう僕視点からやと。トワポンだよ。なるほど。ファンキーピラノは崩れないよね、その2人の結束的には。絶対崩れない。だったら、さすがにトワポン先が守ってくれるなら別にその後、ロールは。なあ、まあそれはいいです。わかりました。そうしましょう。そうしましょう。オッケー。はい。トワポンだよ。さて、これ。終わるね。終わったね。よしよし。あー面白かったね。まあトワポンな、厳しかったね。うーん、3人が結構ずっとジョージほぼねいたんであれば、まあ、しゃあないしゃあない。おい最後のナイス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 、こ、こわ、いや3人ナイスマジ。ちょっとヒヤッとしたよね、うん、ちょっと揺れた、揺れた、確かに揺れた。ワンチャンあるんかと思ったな。そう、俺トワポンに殺されてんのにあれそうなんじゃないかと思ったもん。嘘つけ、こじやってたか。いや、やってたね、やってましたね、やってたか、やってたんですよ。いや、もうここしかないかなと思ってパシューンしたらプーって瞬間にもうミュートを切るのを忘れるぐらい画面まで放出しました。ほぼ積んでるとはいえ今回ちょっと自白する人多すぎませんか。ちょっとね、今日編集だからな、コジ。いやもうインポスターしすぎて頭が狂ってきました。いや、そう、またかと思って、またかって、僕もまたかって言いました。